ゲーム実況動画にね触発されまして、マニアックなアプリをご紹介していこうかなと思いましてね、今回は、こんな用芸を用意しました。自慢ではありませんが、いや自慢ですが、このゲーム一応世界規模で展開している中、日本だけのローカルではありますが、私ねちょっと前に一瞬だけ日本一になっているんです。で、記念にねスクショしたのがこちらです。ギリアクって名乗っております。その時、ね、チームでもね1位だったんでそっちもめめしくスクショしました。チームはね日本では有名なクランでして、リーダーが本家と分家を仕切っているところでしてね、私は分家のジャパンクラッシュ2に在籍しております。ルールはね、個性豊かな総勢68ものキャラとね、魔法のカードの中から1軍メンバーを14選出して、世界中の人とリアルタイムでマッチングバトルする運びとなっております。このメンバーに落ち着くまで1軍と2軍の入れ替えをね冷酷に行ってきましたが、まだこれが正解かどうかは、分からない状況であります。攻撃力が強いキャラはね召喚に時間がかかるんですと。で、よってねその間に先制攻撃されて負けてしまうんですけども、逆に軽いキャラでのね先制は相手に耐えられてしまいますとね、強力な布陣が出てきてやられてしまうというバランスですね。自分で考えられないね思考が不自由な方は、廃課金またはお約束デッキに走りがちではありますが、基本クロート連中に軽薄されますんでねご注意ください。それではキャンセルデッキの先発メンバーを紹介していくのよ。召喚の早い順に、まず魔法のクリスタル。ここを見て。クリスタルが増えていくでしょ？この魔法を使えば、このクリスタル数を1つ増やすことにより、召喚のスピードを相手より一歩早くしてくれるの。ちなみに、クリスタル自身の召喚クリスタル数は2よ。次は、マナの儀式。ここを見るがいい。クリスタル数が揃ったら、戦う前に準備体操みたいなのが必要でね。それは、時計みたく回るゲージがマックスになって初めて出撃できるの。で、このゲージのスピードを上げるのがこの魔法よ。次。ブリザード。この魔法は相手を一定時間凍らせて攻撃を止めるわ。次、女海賊。召喚クリスタルも4で攻撃力もそこそこの、野球で言えばね、2番セカンドといった感じかな。目立たないけど、ゲームを始めた当初からずーっとね、一軍に残り続けているわ。次、騎士。こいつを召喚させたら、カモンの号令で、こいつのいるレーンに、味方全員がね、応援に駆けつけるカリスマなの。でも、自分自身は弱っちいので、虎の火を狩る。キツネ
敵を全部焼くわ。弱っちいのは伝承よ。次デーモン、ビンペルノより強烈な火力で円にいる最も弱っちい敵一人を狙って燃やすので、大物一人の時を狙って召喚させよう。次魔術師、基本性能はこんな海賊と同じだが、召喚クリスタル数が6だけに、攻撃力と火力の範囲は好きな上よ。次ブラックウィッチ、こいつを召喚させるとね、敵味方関係なしにそのレーン全員を最弱の骸骨にしてしまうというね、とんでもな女よ。次はダークエンジェル、こいつは敵を倒すために強くてでっかくなる悪魔よ。強いやつには負けちゃうから、骸骨の村と戦うと無敵になるわ。次死刑執行人、他に言い方ないのかよ。この辺りはね、野球で言えば4番ファーストクラス、召喚クリスタルも8とね、時間がかかるけど、無論炎の切れ味と耐久性は抜群よ。次ドロー、将棋で言えば角がね、死刑執行人なら飛車はこいつ、当初からキャンセルデッキの両翼を担い続けてるメインキャラなのよ。破壊力だけなら死刑執行人より上。ラスト、バルキリー、召喚クリスタルはチーム最強の10。こいつは魔法のマナの儀式が使える戦闘員なの。だからレーンで生きている限り他のメンバーの準備体操が早くなり、こいつのためにね、みんな頑張るの。騎手とマナの儀式が合体したようなキャラなんだわ。以上。ナンシーさん、お疲れ様でした。ちなみに私の戦闘力は、こちらに表示されております、数字なのですが、先日ね、どこぞやの国の人と戦った時、とある奇跡が起きたんですね。やっと本題に入ります。ではその時の様子を実況を交えてご覧いただきます。ご覧いただいている映像は、リプレイなのでね、お互いの手の内が分かるようになっております。実際のバトルは当然相手のデッキは隠されておりますので、それを予想しながらの様々な駆け引きが求められるんですね。この相手はね、典型的なお約束デッキですね。召喚の速く攻撃力の高い死神を走らせて速攻で終わらせるデッキです。まあ次回お約束デッキの数々をご紹介しますので、ここでは割愛させていただきます。
記録、それはいつも儚い。一つの記録は一瞬の後に破られる運命を自ら持っている。それでも人間は記録に挑む。限りない可能性とロマンを追い続ける。それが人間なのである。次の記録を作るのはあなたかもしれない。お、リアクションが来たわ。体力1、すげえ。ねえ、私がね、変身してやるのよ。29,11 勝目で、やっと、実現しましたと。どうや。